日本インターナショナルスクール協議会は日本にあるインターナショナルスクールにより構成される団体である。協議会では加盟交換の交流を促進し専門的能力を向上する研修会などを企画している。加えて共同でプロジェクトを計画しており、1997年には日本語クラスのための教本を出版。また、2011年の東日本大震災では ボランティアを競技会内で募り派遣した。組織発足のきっかけは、1965年に日本にあるインターナショナルスクールの代表者が共通の情報を交換するために集合したことに遡る。1972年、正式に日本海外学校協議会が発足した。その際、東アジア地域海外学校協議会に加盟していた学校は、 自動的にジャコスの加盟校とされたが、1982年にアーコスの加盟有無に関わらず、英語でカリキュラムを提供しているすべての学校が加盟可能となった。そして、1987年、名称をザヨーロピアンカウンシルオブインターナショナルスクールズを模して日本インターナショナルスクール協議会と変更した。現在は定期的に 加盟校の代表者とカリキュラムコーディネーターが集合し会議を開催している。また、協議会では組織内の専門的能力開発のため助成金を提供している。ありがとうございます。